私はタモラットです。今日グラナリモンの調査の結果について話します。私たちはプレゼンテーションを3つに分けます。まずはデパートのデータ、次はアンケートの調査の結果、最後はまとめです。まずはデパートのデータです。この調査は31人の学生に対するアンケート調査に基づいています。今年の9月10日から17日まで Google フォームを利用してアンケート調査を行っていました。これからアンケート調査の結果について話したいと思います。この円グラフを見てください。答えた人の性別を示しています。女性は 77% の人がいますが、男性は 23% の人がいます。では次のスライドに行きましょう。横軸は人数を示しています。誰と一緒に行きますか、あの質問に。77% の人は友達と行きますと答えましたが、一人で行きますと答えた人は3% の人しかいません。何をしに行きますかの質問に 29% の人は買い物をしに行きますと答えました。それは一番多い答えです。次のスライドに行きましょう。この円グラフを見てください。どの店を知っていますかという知っていますかの質問に 67% の人はモンスターゲームという店を知っていると言っています。ビスターカフェという店を知っている、言っている人は 2% しかいません。この横棒グラフを見てください。グラナリモールに行く可能性は どのくらいありますかの質問に、32% の人はあまり行きたくないと答えましたが、とっても行きたいと答えた人は 7% しかいません。最後のお話をまとめたいと思います。答えた人はだいたい女性です。プロナリモールに行く理由は友達と買い物に行くそうです。ウィスターカフェと比べてモンスターゲームの方が人気があるそうです。理由は答えた人が大体友達と時間を過ごしたいことは食事以外他の活動もしたいでしょう。他のデパートに比べてプロナリモールはあまり人気があるそうです。理由は都会から遠いですから、コースが大変でしょう。
何か質問がありますか？なかったらこれで発表を終わります。ご清聴ありがとうございました。